いやここはあれですよね、あの古生物の標本展示室、標本、はい、標本展示室、展示というかこれはあの収蔵庫ですね。はい、あの収蔵庫って一般的にはあんまり、博物館のバックヤードにあって見せていないんですが、まあ、こちらの東大の博物館では、まあ、収蔵庫も展示、していると、まあ、オープンラボという、考えで、収蔵の仕方ってもその博物館のことそれぞれなんですけど、まあ、東大の場合はその分野ごとにも違うんですけど、古生物の場合は基本的に論文に使われた、まあ、標本を、標本番号をつけて、収蔵するということで、この刀をよく見るとですね、はい、例えばここに浜田1958って書いてます。これはもう浜田さんが1958年に書いた論文で使われた標本がこの棚に入ってますよと、いうようなことを意味しているので、やっぱり論文を読んだ人が、研究者が、いろんなその論文について検証したいとか、いうような形で研究に来ることが多いので、まあ、そういう人がこの論文の標本見たいと言ったら比較的すぐに、分かるようにというようなシステムになってます。これ別の論文でもう一回同じ標本が使われた時ってどうなるんですか？どうしてるの？最初のやつそのまま、はい、残してると思いますね、はい、と思います。ここその僕らもその展示場ちょくちょく来るんですけど、結構やっぱ人があのもうちょっと多分カメラ側から見えないかもしれないですけど、あの右手のああいう場所に座って、はい、観察してる姿もよくよく見かけますね。そうですね、はい、実際の展示、博物館での展示がどういうふうに行われてるかっていうのがすごいよくわかる展示になっています。本当にその博物館の、まあ、コレクションの、まあ、収集展示研究あと保存っていう、まあ、要素が、まあ、この部屋にある意味全部詰まってるような部屋ですよね、はい、かなり特殊ですよねこれを本当に見せてるっていうのは。そうですね、うん、蝶々はあんまり誰も話せる人がいないんですけど、そうですね、蝶々、はい、の、はい、で多分昆虫のコレクションの数的にはもう一番じゃないですかね、動物関係の資料としては多分点数という意味ではですね、ちょうどあそこの奥の、 あの扉が、あ、そうですよね、昆虫収蔵庫の扉で、その奥に大量の昆虫コレクション、そうですね、しかもあそこはもともとあれなんですよね、あの教室かなんかですね、そうそうそう、レクチャールームだったけど、はい、もう昆虫標本入りきらなくて標本室に改造されてるという、なんか入る階段教室みたいならしいですねまあここに展示されてるのなんかは、まあ、あの完全に受け売りですけれども、まあ、このすごい似た綺麗なブルーのなんとかシジミとかですかね、はい、あですね、シルビアシジミとかっていう、仲間なんですけれども、まあ、こんだけすごい似てる中でも全然種類が違って、どれとどれが一緒っていうのはちょっと多分画面からはあのすごい見づらいと思うんですけどこの中今3種ですかね、段、はい、中段、下段混じってると、はい、あの我々素人にはもうほぼ判別不可能な無理ですね、うん、ものを昆虫学者たちはきちんと見分けてると。その隣の展示はその逆ですかね、はい、全然違って、まあ、全く違うわけじゃないですけど、まあ、かなり色合いというか、まあ、下のメスの色なんていうのはかなりこの白い、ね、白いね、入り方違いますね、まあ、これが全部同じ種類、そうですね、もともとは別種されてたものがあの遺伝子とかも含めてやってみると、同種だったと。これはめちゃめちゃちっちゃいですね、はい、これ東大の駒場で見つかった新種、うん、あ、カメムシの標本、はい、写真撮らないと全然じゃあ全く分かんない、カスミカメっていうんです、なんかその昆虫の研究者に聞いた話だと、ある学生さんが先生にお前東大の中で新種探してこいっていう無茶ぶりをされて探したらしいですそんな風に新種が見つかるんですねなかなかすごい名前ですね。江戸黒ツヤチビカスミカメ。チビだし、カスミだしみたいな。もう、とにかくちっちゃい、消え入りそうな。名前の付け方ってどういう風になんですか？これは場合だと。まあ、江戸で取れてて、黒くてツヤがあっ
てちっちゃくてっていうのの霞がめの族とかなんかそんなんじゃないですか、わかんないですけど。よっぽど学名のが単純ですね。そうですね。まあ、名前の付け方は本当に研究者の趣味が出るので。駒場ヌスになってる方、駒場キャンパスに使ったら趣味が。本当ですね。駒場ヌス。趣味。これもパラタイプ。ちなみにパラタイプって何ですか？パラタイプは、まあ、ホロタイプってさっき話したように、その世界に1個しかないものがあるんですけれども、はい、まあ、それが万が一失われた時の保険のような標本ですね。それも非常に貴重な標本という。そうですね。パラタイプに関してはその数に制限は一応ない。で、物によってはその1個のホロタイプと、まあ、それの予備群みたいな感じで200個パラタイプがありますよとかっていうのもあったりするんですけど、まあ、その新識された人が間違いなくその種だろうと認識していたものの証明になるので、はい、まあ、それはそれですごく重要なものになります。なるほど。はい、こちらの部屋に参りましょうか。はい、たくさんの日本の土器が展示されております。もう少し近寄ってみましょうか。こちらが大森貝塚から出土した土器ですね。さっきのやつと一緒に出てきたよな。さっきのやつと一緒に出てきたもので、はい、このなんかオレンジのやつはすごいですね。なんか、はい、釣り手土器という、まあ、何に使っていたんでしょう。カゴみたいな、はい。実はこういうモースが集めた、たくさんの土器のコレクションだったり、その他もろもろのコレクションからモースは何か東大に博物館を作ろうっていう構想を立てるんです。あ、もうその当時にすでに、はいはい、それが1880年に実現して、東京大学博物館場というのが、理学部博物館場というのが出来上がります。それがまさにこの大学博物館の源流といえるものになっています。そのようなものに飾られていた、こういった貴重なコレクションということですね。これも全部実物ですよね。はい、そうです。全部重要文化財。結構この大きいのとかなんか倒れちゃいそうな感じですけど。あれは深鉢型という。大丈夫なんですかね。はい、見た時に使われていたものです。すごい綺麗。土器が左から右に向かって並んでおります。これらは、関東地方から採集された、縄文土器になっております。で、左の方から、古い順に並んでいます。左の土器っていうのが、どれぐらいですか？縄文時代の中期、今から5000年前の土器になりますね。そこから右へ移っていくにつれて土器が新しくなっていくんですが、結構いろんな変化が土器に起きていることがわかりますね。例えば、一番古い土器は厚手の土器なんですけど、時代が下るにつれて薄くなっていっているのがわかるかなと思います。それはその技術的な変化なんですか、それともその趣向じゃないですか、趣味的な、こういうのが流行ってる。どちらもあると思いますね。なかなかそれは区別するのが難しいかなと。まあ、はい、でもやっぱ技術が進んだものを人は欲しがるもんなんですかね。やっぱ iPhone 新しいやつの方が欲しいよみたいな。それもあるかもしれませんし、それがちょっとステータスとかもあったかもしれない。技術が素晴らしいっていう考え方を縄文時代の人々が持っていたのかっていうのは何とも言えないところで、まあ、近代以降の我々が当然のように考えている見方なのかもしれない。そこはよく考え直す必要があるのかなと思います。なるほど、哲学。この中期の土器っていうのは非常に立体的な作りがしてます、うん、大きな、土器があったりしていて、まあ、時代が下るとちっちゃくなっていくと同時に、例えばこんな2つ口がついた土器っていうのもあったりして、うん、時代が下っていくとすごい特殊な形の土器が、こちらもより時代が下った時期の土器になるんですが、いろんな形のすごい、はい、中高っていう、まあ、ティーポットみたいな形の土器も現れてきたりします。陶芸家が作ったような、陶芸家が作ってるのかもしれないですね、非常なすごい上手い人が作ったのではないかと。その職があったんですか？ああ、いい質問ですね。でもかなり議論されております。やっぱいい土器が作れる人は
ね、ちょっとモテるとかもあったかもしれないですね。その力の象徴みたいな、はい、社会内で重要な地位を占めていったのかもしれない、うん、こういった土地が何に使われていたのかというと、まあ、パンチはおそらく何かの事例に使われて、その事例によって社会の中での団結を高めるとか結束力を高めるということが言われております、うん、はい、ちょっと気になったんですけど、はい、なんかこういうちょっと古い土器って結構下がこうちっちゃくてバランスが悪い感じの土器って多いじゃないですか、はい、なんか当時そんなこう床ってフラットじゃないと思うんですけど、あ、なんかこういうバランスの悪い土器しかこう技術的に作れないのか、なんか何か土器を置く方で変えてきたのかもしれません、うん、こういうのが良くてやっぱ作ってる、はい、うん、ああそうです、確かに普通に建てたら倒れちゃいそうな土器ばっかりで、ですよね、はい、でもそのもっと柔らかいところに置いて、うん、別の台に置いて使っていたのかもしれませんし、うん、ここはまだまだ、はい、解明が待たれるところであります。あ、土偶もあります。こちらも明治時代に収集されたたくさんの土偶のコレクションになります、うん、土偶の顔の形が様々あることが見て取れるかと思います。こちらは唯発型土偶、真上から撮ってみますか、はい、真上から、はい、はい、あ、それは有名な遮光器型土偶という、うん、遮光器、まあ、スノーゴーグルをつけた土偶と考古学者が名付けたものですが、本当に見たことある感じの顔してますよね、うん、スノーゴーグルかどうかはまだ分かっておりません。まあ、研究者によってはこれもすごいですね、はい、この三角のやつ、はい、では山形土偶という、はい、とんがった頭の土偶です、ね、これ上のやつが目なんですかね。そうですね、全然顔の印象が変わります、ね、なんかモディヒアーニとアイドルです。なんかもう全然人間じゃない面白いですね、面白いですね、うん、この辺になるともう全然また顔が変わってきますね、はい、うん、これはなんか順番というかどっちが古くてとかってあったりするんですか。ここでは特には順番は関係なく並べられております。ああ、まあ、地域によって時代によってさまざまな顔の表現があったということがわかるかと思います、すごいですね。結構眉毛がつながってる顔のあるドグドッキが、こちらは関東地方から見つかった弥生土器になります、うん、弥生土器は一般的には縄文など何もない無文の土器っていうのが一般的なんですが、それは関西地方だけで、関東地方には縄文が、まあ、縄文時代の影響を強く受けて残っていました。で、まあ、ここに出ている顔のついた特徴的な土器、すごい食器としては使いづらそうな、はい、実はこれは食器ではなくてお墓に人を埋めるように使われた土器なんですね。そのまず人骨を、骨だけにして、骨だけにした後にその骨をこの土器の中に入れて埋葬するという再葬墓という土器になります、うん、まあ、そんなこれででも大人の骨入ります。あ、一度骨だけにするして入れていくという、まあ、非常に特殊な儀礼、葬送儀礼が行われていた。なんか当時の人骨とかめっちゃごつそうですもんね、イメージ的に。確かに、はい、頭の骨とか、あ、でも子供の骨が入ってたんですかね、これは。それはまた別な。あ、それまた別なんですね、はい。顔が本当にすごいですよね、これは。多分アップにすると、わかると思うんですけど。なんか、シワじゃないけど、ねえ、かなり細かく入れてますよね。顔の横は、なんていうか、竹の輪のように。あ、ですね、ドットがついてて、はい、て、この顎のラインがまた独特ですよね。なんでしょうね、ひげのようにも見えますし。常設線の一番奥になるんですけれども、年代測定室といって、まあ、尾崎さんが専門にされてる部屋が展示としてあるんで、そうですね、ご紹介いただきます。ここは
今までと思いが違って、今までは標本とか資料とか呼ばれる、あの研究の対象になるものが展示されたと思うんですけど、ここは実は展示っていうか、これまさに装置ですね。これ、まあ、なんていう装置かというと、加速器質量分析系っていう装置になります。加速器質量分析系。加速器というのは、あのこのその装置とあそこの白い筒状のものなんですね。であれは実を言うと、あそこの中で高電圧、まあ、500キロボルトぐらいの電圧差を作っていて、あそこの中にイオンを通すことで、イオンを加速するっていう、その上で加速器って言われるんですけども、実はそのイオンとかを加速するっていうのは、一種の放射線を作り出す行為なので、実を言うと、本来加速器っていうのは放射線発生装置になる。あで放射線出てるんですか、はい、放射線出てる。まあ、出てるといえば出てる。微量に。微量ですね。で実を言うと、この装置はその加速器と呼ばれる中でも小さいものなので、実を言うと、法律上、放射線発生装置という定義にならないので、こういうガラス張りであんまり厳密に管理されてないところで展示されるそういうふうになる。なるほど。多分そういう、まあ、なかなかじゃあ見れる場所がない。ないし、逆に言えば実際この加速器質量分析をこういう展示するっていうのは多分日本で唯一だし、世界でも多分展示としてやってるのは多分ここだけだと思います。あの見られるようになってるっていうところはいくつか実験室と見られるっていうのはあるけども、展示としてやってるのはるものが、ね、そうですね。それ実際この今話したかったのは、この装置普通展示で使われてるのって、過去に使ってた、はい、こういう実験装置使ってましたよっていうのを実は言ってました。あちらの反対側の壁にいくつかあるのは、そういう昔使ってたものなんですけども、実際この装置自体は、あの実は言って今も使われてる装置になります。で実際何をする装置かっていうと炭素の中には、あの炭素の12と13と14っていう今スタッフの方がいらっしゃいますね。もう一人のスタッフが来ます。で12と13と14っていう3つの同位体と呼ばれる、重さがちょっとずつ違うものがあるんですけども、その中で炭素14っていうのは放射線を出しながら一定の速度で少なくなっていくっていう性質があるんです。なのでその炭素の中、例えば資料遺跡から出たこういう骨とか、ああいう貝とかですね、ああいったものの中の炭素の中の炭素14を量を調べてあげると、どれぐらいの前のものだかってことが分かる、うん、だからさっき言った遺跡の縄文時代とかっていうのも、実を言うともちろん考古学的な手法で分かったものもあるんですけど、最近になってこういう手法で年代を決めたっていうものもある。これはなんかこういうものからも一部取り出して、なんかそうですね、粉みたいにしてある。実を言うとその粉にちょっと見えるあそこにあのそのダイレクトに測れるわけじゃなくて、例えばこの木なんかだと1ミリグラムの炭素のガラスの瓶の中にほんのちょっと入ってる黒い粉、ちょっと粉入ってます、ね、これがグラファイトっていう炭素の粉で1ミリグラムぐらい、はい、でこの装置でこれだけあれば年代が測れる。これはそれぞれからここ取ってきてる。そうですね。だからみんないくつか瓶があるのはこの骨から取りましたっていう。ああ、そっちの方は骨は少し後ろにあるのは、あの白い綿状のものがあると思うんですけど、あれ骨からコラーゲンっていうものを抽出して、そこからさらにグラファイトを作ってる。で、あんだけの量でそれだけの年代が、昔だったりグラム単位質だったので、骨を結構パスって削らないとできなかったのが、今ちょっと削ればできるっていう、それがこういうこの装置で測れるっていう装置になる。どれぐらいの誤差で分かるのですか？誤差って難しいです。あの量を測るので、古いものほど誤差が悪く、はいはいはい、大きくなっちゃう、うん。最近のものだと年代にしてやっぱり数十年っていう数字は出るんですけど、実際には100年ぐらいの幅が。昔になるともう少し1000年までいかないけど、はいはい、大体その装置で5万年ぐらい、何千年の中の数十年、数百年とか、そうですね、数十年までいかないけど、実際の暦年代にすると、いや1000年100年ぐらいかっていう腹を考えたいぐらいの精度で分かっちゃう、うん、そうですね。で実際この装置では5万年ぐらいまでの資料が測れる。そうするとだから日本の考古学なんかちょうどいい時代感的にはある。でこの装置実は今ガラス張りのこう常設展示あるけど、オープンキャンパスで対面できるようになれば、実はガラスの中に入って見る気間近に見てもらうことができるので、対面できるようになったら、そういう機会があったらぜひ来てください。はい、ありがとうございます。以上1時間ほど駆け足でしたが、東京大学総合研究博物館のさまざまな展示品を紹介してまいりました。たくさんの明治時代まで遡る重要な展示品や、研究に関わっている非常に重要な展示品、さまざま紹介してまいりました。まだコロナ禍で博物館にいらっしゃるのは難しいかもしれませんが、ね、今回皆様のご来館をいつの日かお待ちしております。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。